Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は天才の7つの習慣シリーズのコラムその6として、天才であることは、祝福と同時に呪いでもあるというテーマでお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことで、あなたは、天才と呼ばれる人が、普通の人からはですね、あ、すごいね、いいねって、何でもできそうだねって思われるかもしれない一方でですね、実はいいことばかりじゃなくて悪いところもあるんだよってことを、知ることができるようになります。そして独特なですね、天才が経験する、苦しみだったり痛みだったり、そういったものにこう共感をして理解を深めることができるようになります。なのでどうぞですね、この動画を最後までご視聴ください。はい。別の動画でですね、あなたにお伝えしているんですけれども、IQ が20違うと会話が成立しないっていう動画を上げているので、興味がある方はですね、そちらの動画を見ていただきたいと思うんですけれども、こちらのシリーズの、前回の動画ですね、IQ が20違うと会話ができないとか会話が成立しないとかって言われてるんですね。で、その説がじゃあどこから来たのかとか、じゃあ正しいのかとか、実際どうなのっていうところを解説しているので、興味がある方はそちらを見ていただきたいんですけれども、そちらに付随して関連してですね、今日は、天才であるってことは一般的にはですね、こう何かできていいなとか思うんですよ。僕自身もそう思いますし、普通のその、一般論としてですね、知能が高いイコール、能力があるので、脳の働きが高いと、いいと、脳がよりこう働くと、いうことなので、なんか例えばその仕事をするにしても、プライベートをするにしても、何かこう成果物を作るにしてもですね、何かこう普通の基準のものよりも高いものができるんじゃないのって、だからこう例えばキャリアでも上なんじゃないの、お金多く稼ぐんじゃないのとか、いろんなその、推察っていうんですかね、できるわけなんですよね。 IQ が高いねっていうことで、それは別にそういう考えをする人がいることは僕は間違いではないと思いますし、そういう考えをする人がいるのは僕はいいと思うんですけれども、実際のお話ですね。実際のお話、これは僕自身だけではなくて、他のその天才と呼ばれる人も感じていることであろうことをあなたに今お伝えするんですけれども、天才であるということはですね、いいことばっかりじゃないんですよ。はい。むしろですね、僕が言ったのはむしろ悪いことの方が多いんじゃないかって思うんですよね。はい。辛さ、喜びとか楽しさとかよりも、辛さだったりとか、そのネガティブな感情ですよね、不安とか、そういうものの方がこう募ってきてしまいがちだというふうに僕は思うんですよね。でもしあなたがですね、今回そのシリーズでお伝えしている天才の7つの習慣ということで、天才の定義が IQ140 あるいはそれ以上ということで僕はお伝えしているんですけど、もしあなたがですね、そのカテゴリーに入る、あるいは130でもいいですね、準天才と呼ばれるようなカテゴリーに入る方で、ウェイスとかですね、あるいはあのキャムズとかですね、いろんなその知能検査、ハイレンジでもいいんですけど、そういうそのテストを受けてですね、知能検査の結果、IQ テストの結果ですね、130、140以上だって人で、もしですね、同じようにこう感じていらっしゃる方がいらっしゃったらですね、ぜひコメント欄に書いていただきたいなって思うんですよね。私は確かに辛いところあるよね、じゃあどういうところが辛い、こういうところが辛いよねっていうのをぜひですね、コメント欄を活用して、気軽にですね、書いていただけたらすごく嬉しいなというふうに思います。僕自身コメントを必ずチェックをしていますので、嬉しいなというふうに思います。で、ポイントとしてですね、結論としては、祝福ばっかじゃなくて呪いもあるよ、いいことばっかじゃなくてむしろ悪いこと、辛いことの方が多いよ、これがあなたにお伝えしたいポイントなんですね。はい。じゃあどういうところかというと、でそういうことが言えるかというと、先ほど言った通り IQ が20違うとですね、その別の動画でも言っている通りなんですが、 IQ が20あるいはそれ以上違うと会話が成立しづらくなってしまうんですね。その理由としては、IQ が高ければ高いほど、その相手がですね、話す、要は対象の相手が理解できないからなんですよね。あるいは理解しづらくなってしまうからなんですね。その言い方を変えればですね、その IQ が20以上高い人の言ってる言葉っていうのは、それよりも20以上低い人にとって理解しづらいんですよ。それは、もしかしたらその、高い人の方が原因なのかもしれないし、低い人の方が原因なのかもしれないです。それはもしかしたら両方に原因があるのかもしれないですね。だからどっちがいい悪いじゃなくて、そういう話をあなたに今日はしたいんじゃなくて、
事実としてですね、まあ、その学説的にもそうなんですけど、IQ が20値が例えば140の人と120の人が話すときですね、120でもまあ高い方なんですけど、一般のレベルが100って言われてるんで、120は、まあ、あの東大生レベルとは言われるんですけれども、120の人と140の人が話したときに、まあ、20の乖離があると、まあ、そういうときに、会話が成り立たないことがあるよ、それはあのたまにじゃなくて往々にしてあるよっていうような、ことなんですよね、あるいは160の人と140の人でもいいですし、180と160の人でもいいです。あるいは、まあ、それが、まあ、今20 の、 あの基準で言ってますけど、例えば、まあ、僕の場合はですね、このシリーズでもお伝えしている通り、その知能テストを、いくつか受けたんですけれども、僕の IQ は、まあ、150から170の間っていうふうに、結果が出ているわけなんですね。150から170ぐらい、なので例えばですね160だとして、そして、100ぐらいの人と話すときですね、まあ、一般的なレベルと言われる100ぐらいの人と話すときにどれぐらいじゃ下がるかっていうと 100はないけど60ぐらいなんですね。160と100なんで60ぐらい差がある。20で違うだけでさえ会話が成り立たないっていうふうに、リタ・ホリングワースさんという方がですね、これはあのアメリカの心理学者なんですけれども、別の動画でお伝えしているこの研究があってですね、この説を言っているわけなんですけれども、20違うだけでもコミュニケーションが難しくなる、うん、あの会話が成立しなくなるっていうのに、その3倍ですよ60違うと、じゃあどれだけですね会話が成立しなくなるのかっていうのが、あのちょっと簡単には思い浮かばないぐらいですね、あの大変なんだなって、あのちょっと思い浮かべていただけられるの、いただけられるのではないのかなって僕は思うんですね、はい。20違うだけでも大変なのに、じゃあそれが30、40、50、60あるいはそれ以上こう違ったら、でどれだけ大変なんだと、日常生活を送る上でですね、はい。まあ、例えばじゃあどういうその弊害があるかというと、まあ、ストレス溜まりますよね。ちょっとあの思い浮かべていただきたいんですが、逆にあなたがですね、日常的にこう生活する中で、まあ、買い物行くでもいいし、仕事の同僚でもいいし、先輩後輩でもいいし、あるいは家族でもいいですね、そういう人たちと、まあ、接するときにですね、まあ、その一つの観点、今回あなたにお伝えする観点として、まあ、その IQ の知能指数の違いという観点から見たときに、話が伝わらないと。でちょっと話広がるんですけど、話が伝わらないことが IQ だけが原因というふうに僕は言っているのではないので、それはちょっと誤解しないでいただきたいんですけれども、話が伝わらない、理解されない、会話ができないとか、成立しない、それはですね IQ だけが原因じゃないんですよ。それは大きな原因の一つだけでしかなくて、他には例えばその成功とか、その性格、生い立ち、考え方とか価値観、そういったものの違いにもよって、会話が成り立たないことって多々あるので、IQ っていうのは一つのその要因でしかないんですけれども、その位置づけとして、まあ、文脈で考えていただいた上でですね、あなたにお伝えしたいのは、その過程としてですね、あなたが、プライベートでも仕事でも周りの人と関わるときに、あなたの話を理解されなかったとき、例えばお父さんお母さんにちょっと言ったけど何も分かってくれなかったとか、あるいはその同僚に話したけどなんかもう知らんぷりされたとか分かってくれないとか、逆にこうなんかお前なんでそんなこと言ってんの、意味わかんねえよって言われてこうけなされたりとかで、あこういう考えちょっとおかしいんだなとか、あちょっと言ってること分かんないなって思ってこうへこんじゃうわけですね。じゃあそういうときにどういう気持ちになるかっていうと、まあ、ストレス溜まりますよねイライラするし、まあ、ストレスも溜まるし、なんで分かってくれないのっていう、こうなんかこううわーってい う, こうもどかしさっていうんですかね、もどかしさ、やるせなさ、そしてまたこう理解されないこと、うん、あの理解されないがゆえの孤独感だったりとか、まあ、疎外感というんですかね、孤立感というか、そういったものもあのひしひしとこう感じてしまうわけなんですよね。あなたがあの先ほど言った通りこうちょっとイメージしていただきたいんですが、あなたが関わるその日常でですね、まあ、仕事でも家に帰ってからでもプライベートでも、彼氏彼女でも、奥さん旦那さんでもいいんですけど、会話が成り立たない瞬間、その IQ の工程をちょっと度外視してですね、会話が成り立たない、理解されない、理解されない時ってやっぱり辛いですよね。どう思いますかね、あなたが理解されない時、はい、でそれが1回2回じゃなくて1日あるいは1ヶ月1年10年そのスパン、あなたの人生においてですね、それがずっとそれが続いているとしたら、毎日必ず3回は理解されない時があるとか毎日必ず例えば 10人の人と1日会うとして9人に毎日理解されないというのが、例えばもうずっともう数十年も続いていたとしたら、どういうふうにあなたは感じますかね。ストレス感じますよねそしてもうやるせないなって思うし、もう諦めの気持ちとか疎外感とか孤独感とかもあるでしょうし、まあ、辛さですよね。
一人ぼっちな気持ちとかですよね、理解されないがため の, その孤独感ですよね、そういう気持ちがあるんじゃないかなって思うんですよね、はい、で今回あなたにお伝えしたかったあなた自身 の, その、まあ、理解というか共感力を、まあ、ちょっと再発見して、まあ、それをこう育むところ、そこに焦点を当てるあのお手伝いとしてですね、今回の動画を撮影しているんですけれども、ぜひあなたに覚えていただきたいのは、このようにですね、天才であることっていうのは祝福ばっかじゃなく、むしろ呪いであるんですよね、苦しみの方がおそらく、まあ、数にすれば10倍ぐらい、僕の個人的な体験なんですけど、まあ、10倍ぐらいこう大きいのかなって僕は思うんですよね。で、あのもしあなたがその天才と呼ばれる IQ130-140 以上のこうカテゴリーに属する方であるならば、ぜひですね、あなた自身のその人生、最近1週間1ヶ月、そしてまたあなた自身の人生ですねを振り返って、どういう時にあなたは理解されてなかったのか、そしてそういう時にどういうふうにあなたはこう感じたのか、辛かったのか、じゃあどういうふうに辛かったのか、分かってくれない辛さとか疎外感とかやるせなさとか、どういうその気持ちだったのかっていうのをこう振り返っていただいてですね、じゃあその原因は何なのかっていうのをこう考えていただくこうきっかけにしていただきたいんですね。でそれを例えば先ほどこう拒絶されてですね、お前なんでそんなこと言ってるの、お前はわけわかんねえって言われてこう嫌な気持ちになったりとか、もししたことがあるならば、それはあなたがですね、もしかしたらそういうふうにこう思ってしまうとどんどんネガティブになって、あ、じゃあ僕が私がいけないんだなと思ってこう自己嫌悪に陥っちゃうわけなんですね。こうネガティブなスパイラルに陥って、あ、僕の考えがダメなんだなとか思ってしまって、こう自分を責めちゃうわけなんですよ。で、あ、じゃあ自分はこう社会不適合者なんだなとか、最悪の場合こう思ってしまったりとか、ちょっと自分を責めすぎて、こう精神を病んでしまったりとかしてしまうこともあるんですね。なので、このIQ が高い人、高知能者、高 IQ 者と呼ばれる人には特にですね、こう全員が全員というわけじゃないですけど、こう精神をこう壊してしまう人がこう実は多いんですよね。まあ、それは本当に僕がこのあなたにお伝えしたい、その祝福以上に、まあ、呪いがある、まあ、苦しみがあるからなんですよね。はい、なのでこの天才には天才がしか、まあ、感じない独特の、本当にこう誰にも分かってくれないような、誰も分かり得ないようなこう苦しみっていうのがあるんだよってことをぜひですね、理解いただきたいなって思ったんですね。はい、いいことばっかじゃないよって、苦しいことの方がむしろ10倍ぐらい多いんだよっていうことなんですよね。はい、で僕自身もですね、そういうふうにこう本当にこう思ってですね、その IQ が20違うと会話が成立しないっていう別の動画でも語ってるんですけれども、ただですね、まあ生い立ちから含めて本当に今まで、そういう成り立たない経験というんですかね、が多かったですね。だからこそ、難しさがある中で、じゃあそこにこうどう適合していくかとか、どうこう歩み寄っていくか、で相手が自分にこうより歩み寄ってくることが、まあ、不可能な場合ですね、特に、その例えば IQ が140の人と120の人、21が140と110でも110でもいいです、30、40違う人、そういった場合に、じゃあ下の人が上の人の方にこう歩み寄っていけるかって言ったら、それはちょっと難しいんですよ。まあ、体験上でしか僕はないんですけれども、なぜかというと、それは、その限られるわけですね、考え方だったりとか、感主観性の働き方、働かす方だったりとか、理解だったりとか、その行動の仕方とか規範とか、価値観、そういったものを上に合わせるっていうのは本当に難しいんですよ。で逆にこの上の人が、この下の人に、こう合わせることが、まあ、往々にしてあるわけなんですよ。でそんな時にこの下の人っていうのはこの上の人の苦しみわからないわけなんですね。はい、でこの下の人がこう上の方にこう行こうっていうことがもうなかなかできないというか難しい。はい、なので、まあ、往々にして何が起きているかというと、この IQ が高い人の方が、総じていつもですね、まあ、苦しい思いをしてしまっているっていう感覚が僕、まあ、それは個人の感覚としてあります。はい、なので、まあ、ポイントとしては呪いだよっていうことですね。苦しみがあるんだよ、まあ、その苦しみをぜひ理解していただきたいなって思います。はい、で先ほどですね、その会話が成立しない、会話が成立しないから辛いと、誰も分かってくれないって、僕一人ぼっちだとか、まあ、そういうことでこう自己嫌悪に陥って、スパイラルに陥って、精神を病んでしまう、最悪の場合ですねっていう人が多いとお伝えしたんですけれども、その会話が成り立たないってこと以外にもですね、もう一つ弊害があるんですね。これは何かというと、分析をしすぎる、あるいは考えすぎてしまうんですよ、頭のいい人って。で頭がいい、知能が高い、知能質が高い、 IQ が高いと言われる人は物事を深く考えるんですね。で別の動画でもですね、
この7つの習慣、天才の7つの習慣、いわば天才になる、要は知能を向上させるための、習慣化、その7つのうちの1つとして物事を深く考えて分析するっていう動画を出しているので、もし興味がある方はぜひそちらも見ていただきたいんですけれども、そのおすすめしているところあれなんですけれども考えすぎてしまうとですね、これは先ほど言った通り、最悪の場合こう精神疾患にかかってしまったりとかするわけなんです。なぜか、それはですね、考えすぎるがゆえに決断できなくなってしまうからなんですよ。考えすぎるがゆえに、決断できなくなってしまうからなんですね。ちょっとすいません、鼻かゆいのがさっき泳いできたんで鼻がですね反応してしまって鼻がかゆいんですけどいつも泳ぐとこう鼻がかゆくなるんですね、はい、申し訳ないんですけど、なので、言いたいことは、あなたにお伝えしたいことは、深く考えすぎてもいいことないよってことなんですよね、はい。そのスキルとして習慣化を身につけて実践するのは大事なんですけれども、これ以上はダメっていうスキル、その線があるので、そこは自己認識力を高めて、自分でリミット引いてたりとかですね、線引いていかないと心と体が病んじゃいますよっていうことなんですね。なんでかっていうと、考えるんですよ、高知能者っていうのは、いろんなことをこう考えるんです。例えば行動しようと思ってね、行動しようと何かを決めたときに、あ、じゃあ僕はこれとこれとこれをしようと、3つぐらい普通、2つか3つ普通の人なら出しますよね。それをじゃあ例えば5つも10個も7個も10個もこう出してですね、じゃあその出した上で、じゃあそれぞれ一つ一つこれをやったらどうなるかっていう、こう過程を作っておくわけですね。もしこうしたらこう、もしこうしたらこうっていうのをこうどんどんその一つ一つにつけていって、でじゃあその10個の選択肢があると普通の人が2個か3個のところ、10個ぐらい見えると、選択肢が将棋のようですよね、プロ棋士のように、選択肢が100通りぐらいの手をこう、ね、読むってプロ棋士は言われてますけども、僕はアマ3段なんでそんなに読めないんですけど、将棋ですね、今読めても多分10通りか 10手先ぐらい、読めても20手先ぐらいしか読めないんですけど、プロはもう本当100手先とか読めたり、その手の可能性もですね、もう膨大な数のものを読めるってプロ棋士の場合は言われるんですけど、それと同じでですね、考えこうすぎるとですね、ドツボにはまるっていうことなんですよね。考えすぎると選択肢がこう見えすぎてしまって、結局何をしたらいいか分からない、将棋で言うとこんなに例えば10個20個のこう可能性の手があって、じゃあその中でじゃあ何が最善手なのかっていうのを結局分からないで時間切れで投了みたいなことになってしまうよっていうお話なんですよね。考えすぎて決断できない、そして決断ができないがゆえに、じゃあどうしたらいいのか、何したらいいか分かんないってなって不安になっちゃうんですよ。で、決断できない優柔不断っていう、優柔不断っていうその形容詞もですね、なかなかいいものじゃないんですけど、自分は優柔不断だってこう思ってですね、自分自身にこうレッテル貼ってしまって、自己嫌悪にさっき言ったようにこう陥ってしまう、これが物事を深く考えることの弊害なんですよね。だから物事を習慣、考えることを習慣化して、それをこう実践していくのは、知能向上にも必要だし、洞察力、分析力、思考力を高めることにも有用なんですけれども、何事もやりすぎはいけないよっていうことなんですよね、はい。自分でそのどこがこれ以上はダメっていうラインをこう 見据えてですね、見定めて、そこを超えたらもうやらない、やめる、今日は考えるのやめるとかいうふうにすることをぜひお勧めします、はい。なので、IQ が20違うと会話が難しくなるっていうことと加えてですね、この物事を考えすぎてしまうこともこの高知能者の、高知能がゆえのですね、弊害なんですね。だからこそ決断できなくて、で決断できなくてどんどん普通の人が1分で考えるものを10分以上かけて考えてしまったりとか、普通の人が2択まで出せるものを 10個も20個も選択肢作ってしまったりとか、結局その中でいろいろ選択肢出してみたはいいものの決められなくて、結局優柔不断でずっと時だけが過ぎてしまうみたいなことになってしまったりとかしてしまうんです。チャンスを逃してしまったりとかなんですね、はい。こういった苦しみだったりとか痛み、そして辛さっていうのが高知能者、高 IQ 者と呼ばれる人にはあるんです。なのでぜひですね、これをあなたに理解いただきたかったなって思うんですね、はい。でじゃあ何したらいいのって思うんですけれども、もしあなたが先ほど言ったその天才と呼ばれる130、140ぐらいの IQ がある、あるいはそれ以上のカテゴリーの人の場合はですね、先ほども言ったんですけれども、自己認識力を高めていったらいいなって思うんですね、はい。自分で自分のことをこう、知る力、自分のことをこう認識している力、例えば、会話が通じなくて辛いなって思うとき、
じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ、その IQ がその一つの理由で、まあ、それが全部じゃないかもしれないけれども、まあ、それはさておいて、さておいてっていうのが重要なんですけど、さておいて、会話が成り立ってないな、これはしょうがないなって、じゃあ自分が読み寄っていかなきゃいけないんだな、大人になってと、はい、思って、例えばその二の手三の手を二の矢三の矢をこう打っていくと、あるいはそのちょっと言い方を変えてみたりとか、表現を変えてみたりとか、あるいはそのアプローチ自体を変えて、この付き合い方を変えていったりとか、するっていうことがこう必要になってくるわけです。あなた自身が変わっていかなきゃいけないんです、はい、それは先ほど言った通り、下の人が上の人に合わせて変えるってことは逆の方向ですね。上から下に合わせて変えるよりも難しいからなんですよ、はい。まあ、その例えば職場でも同じですよね、ボス、まあ、上司ですね。上司と、部下がいて、部下に何かこう、まあ、問題があるとか、まあ、上司にも問題がある場合も往々にしてあるんですけど、まあ、コミュニケーションはどっちかだけの問題じゃないんで、双方の問題なんで、でも何かこうあった時にですね、やっぱりこの上の人の方の力がこう歩み寄ることの方が何かとやっぱりこう効果的な場合がありますよね。下の人がこういくら言ってもこう何もこう変わらないものが上の人がこう言うだけで、あ、こういう人だったんだ、あの話しかけてくれた、嬉しいなとか、あ、ここまでこう自分のことあの考えてくれてる人なんだ、あ、この人あのいい人だな、ついていこうってこう思ったりしますよね。それと同じだと思うんですね、はい。上の人が下の人に合わせることの方が往々にしてあるし、その方がまあ望ましいというか、はい、まあ、実用的なんですよね。なので自己認識力を高めてほしいんです。だからそういう場面に遭遇した時、会話が続かないとか理解されない、嫌だって思った時には、あなた自身が社会不適合者とか、あなたがダメな人間とか、そういうわけでは絶対ないんです、はい、絶対ないです。もしかしたら万が一それが、まあ、その可能性はもちろんありますけれども、僕があなたに伝えたのはそうではない可能性が僕は高いと思ってます。そして自分を責めることよりもですね、自分自身をどうか認めてあげてください。そして僕は、あ、今この人とこういうふうに会話が成立してないし、コミュニケーションがうまくいってないけれども、まあ、それはそういうことなんだっていう、そこでもう切るわけですね。切るというか、そこでこう腑に落とすだけ。そしてそれ以上こう不必要にこう、まあ、不毛にですね、苦しむ必要もなければ、悩む必要もないんです。あ、このコミュニケーションうまくいってないんだ、うん、分かった、自分はそれを理解した、そこで終わればいい話なんですよね、はい。自分がそこで認識して、そこで終わればいい話。そうすることでストレスを感じなくなるし、そしてまたこの自分の、まあ、領域っていうのをこう確保しながらですね、物事に取り組んでいくことができるようになるんです。そして、まあ、セルフケアですね。あなたにお勧めするのはセルフケアをしてくださいということですね。セルフケアはその、まあ、感情的な自分のコントロールとかも含めるんですけれども、例えばその物事を考えすぎてすごく疲れてしまって決断できない自分を責めてしまう、まあ、そういった自分をまず自己認識してですね、そしてその自分を責めないっていう、そのセルフケアですね。例えばその、まあ、今僕海で撮影をしてるんですけれども、今川多分ご覧になってると思うんですけど、その川ですねとか海とかに行って散歩をして息抜きするとか、その好きなジュースですね飲んでこう息抜きするとか、散歩するとか、空の鳥をこう見ながらですね、ああ鳥っていいなって思ったりとかですね、あの海見ながらですね、海綺麗だなとか、なんで青いんだろうとかですね思ったりとかですね、なんでもいいんですよ。あのセルフケア、まあ、コーヒー例えば飲むのが好きな人ならコーヒー飲むでもいいですし、僕はお茶が好きな お茶派なので、お茶が好きな方なので、コーヒーよりもですね、あのお茶をちょっとこう入れたりしてね、あの飲んだりとか、緑茶を入れて飲んだりとかでもいいですし、好きな場所に行く、好きなことをする、うん、あなたがこうリラックスできることをする、まあ、そういったことをこうしていく上でですね、心に平安が戻ってくると思います。そして、できればですね、まあ、仲間を見つけることですね。まあ、僕自身もですね、いくつか、その高 IQ 団体というところに言われるところにこう所属をしていて、まあ、そのうちの一つが、まあ、メティックなんですけれども、その人中の人とこう出会って実際にお話をして知り合って関係性を築いていく中で、やはりその独特ですね、その人やはりその高 IQ 者っていう、その人間にしか分からない、先ほど僕がこの動画でずっとお伝えしてきた苦しみとか痛みとか辛さっていうのがあるんですよ。孤独感とかストレスとか疎外感、辛さ、やるせなさ、諦め、まあ、そういったものがですねあるんです。なのでそこを、まあ、理解してくれる人、理解できる人、共感を実体験としてできる人を見つけてですね、そこにこう所属してみること、そしてその会話を交わしたりとかしてこう関係性を築いていくこと、うん、これをですねぜひ実践していただくと、よりですねあなた自身の、その心の平安というのが感じながら生活することができるようになるというふうに僕は思います。いかがでしたでしょうか。今日は
天才の7つの習慣のコラムその6として天才であることは祝福と同時に呪いでもあるというテーマでお話をさせていただきました。はい、僕のチャンネルではですね普段は英語力を伸ばしたい方、将来海外で活躍をしたい方、自己成長したい方、そういった方たちのために日々動画をアップしています。僕の動画をご覧いただくことであなたの英語力が伸びてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキル、マインドセット、そういったものを身につけることができるようになったり、あるいは、あなたの自己成長のために必要な自己認識力の強化だったりとか、励まし、慰め、そういったものを見出していただくことができるようになるんです。なのでこの動画をご覧いただいてですね、少しでもいいなとか参考になったなとか面白かったなってやってみようとか思っていただけたらですね、ぜひ高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. God bless you. Bye bye.